マモリーノウォッチの電話機能の利用方法のご説明をします。マモリーノウォッチは電話帳に登録した相手とだけ電話が可能です。まずは電話のかけ方です。ホーム画面で左にスワイプします。電話をタップします。相手を選ぶだけですぐに電話をかけられます。続いて電話の受け方のご説明をします。電話がかかってきたら緑の通話マークをタップします。電話で話す際にはウォッチの下にあるマイクに向かって話します。電話の相手とスピーカーでお話しできます。電話を切るときは赤の終話マークをタップします。周りの安全に注意して正しく通話しましょう。